今回は Zoom というビデオ会議ソフトで iPhone とか iPad の画面を共有する方法について解説します。こんにちは、この部屋の小島です。 Zoom 使ってますかね？もうものすごく便利なツールですよね。もう大変感謝しているツールなんですけども、何かっていうとビデオ会議ソフトですね。まあ、パソコンとかスマートフォンで、まあ、顔を合わせながらこう、ね、パソコンとかスマートフォンについているカメラで自分の顔を映しながら相手の顔を見ながらこうビデオ会議、ビデオ通話できると、そんなツールです。まあ、これがなくてはですね、本当に僕らスモールビジネスも仕事になんないんじゃないかってぐらい助けられているツールです。本当時代に感謝ですね。そこで今回なんですけども、まあ、Zoom 自体は僕らスモールビジネスの現場でもですね、生徒さんお客さんたくさん使っています。セミナーに使ってみたり、コンサルティングに使ってみたり、単純なこうね、社内のミーティングで使ってみたり、あるいはレッスンなんかにね、例えば英会話教室とかヨガ教室とかやってる人がレッスンなんかに使ったりするわけです。もう幅広い使い方ができるわけなんですけども、で、まあ、Zoom 便利なんですが、その機能の中で画面共有ってのがあるんですよ。例えばパソコンだったらこっちの画面を相手に見せる、相手の画面を見せてもらうっていうことで、まあ、パソコン操作をするときとかですね、なんかアプリの起動を確認するとかですね、あるいは書類を見せ合うみたいな感じで、まあ、いろんなケースで使えるんですけども、この画面共有をよいしょ、まあ、こういった iPhone とか iPad でやるという方法があるんですけれども、これは iPhone で通話してて iPhone の画面を共有するわけではなくて、あくまでも今回はパソコンで Zoom を立ち上げて会話している時に手元にある iPhone の画面を映したい、手元にある iPad の画面を映したいって時にどうやるかってところに絞って今回解説していきたいと思います。で、早速そのやり方なんですが、ものすごく簡単なんで安心して真似してみてくださいね。まずパソコンで Zoom を立ち上げますよね。で、 Zoom で会話をしてるわけです。なんかミーティングをしてるわけです。で、この時に、まあ、手元の iPhone とか iPad、 この画面をちょっと映しながら、こう例えば iPad だったらこうペンタブレットでこう書きながら解説したいなとかね、パソコンの iPad のメモアプリなんかを立ち上げて、それを書きながら相手に説明したいとかいう時があったとするじゃないですか。その時にどうやるかっていうと、パソコンで Zoom の画面があります。そうすると下の方のメニューで画面共有っていうのがあります。そこをクリックしてありますね。で、そうするとですね、 iPad、iPhone というのが選べます。はい、選べるようになっています。で、選択できるんでそこを選ぶと。で、そうするとですね、パソコンのディレクションがねあります。専用のプラグインを入れてくださいっていうな感じでね、進みますので、それを指示通り進めていただければ、ご自身のパソコンにプラグインがインストールはね、特に特殊なことをせずにされますので、それを待っていただく。で、プラグインのインストール勝手にパソコンでやってくれますんで、それが終わったら今度 iPhone とか iPad の方で操作をします。これもものすごく簡単でですね、まあ、コントロールセンターっていうのが iPhone とか iPad あると思うんで、それを立ち上げていただいて、画面のミラーリング、あるいは AirPlay なんていうね、用語が見つかると思いますんで、それをクリック、あるいはタップですね、してもらうと。で、そうすると対応するパソコンを選べますので、その今 Zoom を立ち上げてるパソコンがおそらくそこのね、ミラーリングに表示されると思うんで、まあ、それを選んでもらうと。はい、これだけで完了です。こうすることでパソコンと手持ちの iPhone なり iPad が接続されたって状態になるので、画面共有が無事できます。まあ、こんな流れですね。他にもですね、パソコンの方に USB をつなげてケーブルでやるって方法もあるんですが、こっちの AirPlay とか画面ミラーリングの方が手軽にサクッとできるんで、こっちの方がおすすめです。そしてこの方法ね、お客さんとかにねお伝えすると、たまにできませんって方がいるんですよね。で、実は僕もですね、このミラーリングうまくいかないなって時があったんですよ。その時のちょっと対応策をお伝えしておこうと思います。まず考えられるケースが、同じ Wi-Fi 下でやっているかってことですね。これ同じ Wi-Fi の状況でやっていないとうまくミラーリングできませんので、同じ Wi-Fi に接続しているっていうのが第一条件になります。で、あとはですね、まあ、プラグインが入っているかってことです。で、これはですね、基本的にパソコンの方で iPhone、iPad を選んでいただいて、その指示通りやっていけばプラグインは自動でインストールされるはずなんで、そんな問題はないと思いますが、一応そのプラグインのところを気をつけておいてください。で、3つ目、まあ、これが最後なんですけれども、これ結構初歩的なんですが、あれ、いまいちうまくいかないと、ミラーリングうまくいかないと思ったら、 iPad とか iPhone の方を1回再起動してみてください。で、そうすると案外ミラーリングが復活します。はい、これね、意外と盲点なんですけど、再起動するとできたってことね、結構あるんで、まあ、こういうね、ミラーリングとかね、Zoom での画面共有に限らず、調子悪いなって時は画面共有すると、結構こういうね、機会は治ることもあるんで、ぜひお試しください。
はい、ということで今回はパソコンで Zoom を立ち上げている時にですね、手持ちの iPhone とか iPad の画面を同時に共有したいよっていう時のやり方についてシェアさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。